ごい人だった。そうですよ。めちゃくちゃすごい人だった。あれを見て、めちゃくちゃすごい人やと。今までのそのジャガー横田さんへのイメージがものすごく払拭されたというか、はい、あ、もっと逆に言うたらダンプさんよりもジャガーさんをこう、はい、もっとこうどうやって取り立てなあかんのちゃうかと思うんですけどね。どちらかというと、うん、だってあれメキシコ行って、はい、チャンピオンみたいになってでしょ。チャンピオンで帰ってきてから、ね、すっごすぎますやんか。あれあんまフィーチャーされてないでしょ。ないですね。いやあれどこすごいじゃん。でもそれ見ててあれってジャガーさんの出番がっていうのはちょっと思いながら見てて、ね、はい、功績としてものすごいじゃないですか。はい、はあ、いやまあまあそのというよりもなんか人が悪いとこやというその家庭事情もあって、うん、多分松本さんの、はいはい、あんな不遇なというか、むちゃくちゃな家庭事情の中、うん、もうまあまあこうなんですけど、身内に死者が出なくてよかったのぐらいですね、ほんま。まあそうですよね。普通あんなこと、いや、あそこまであったのかとか知らないですけど、うん、だってヒールで、まあただ僕もテレビ見てて、はい、ダンプ松本見た時に、もう多分子供心に死ねと思ってたと思いますよ、ね、うんうんうん、でもあんな、なんでしょう、ほんまにこう、カミソリの歯入れてね、ファンレターね、ファンレターでもないし、開けへんかって、ね、開けへんかってだけの話ですけどね、まあまあ、あんなんされたら落ち込むわ、はい、車にペイントされて、ね、はいはい、家にもペイントされて、はい、でも実質、まあまあゼロじゃないですよね、あんなんも。そうですね、石投げ込まれたとかっていうのはよく聞きましたけど、実家に。へえ、だって今みたいな時代じゃないから実家とかすぐ分かってましたもんね。そうですね、はい、うん、だって前はそのテレビで結構平気で住所とか言うてましたよ。そうそうそう多分あの週刊プロレスとかにも多分ファンレターの行き先とか書いてましたね。書いてたでしょう多分ね、うん、そう、いやもう面白いなと思ってプロレスで。ただ今は大きい団体としては取り仕切りなんてない。大きい団体、女子ですか。女子は今でもスターダムとか、ね、あるんですね。ちょっとアイドル系というか、はい、もう若い子たちが頑張ってる団体ですね。はい、あるんですね。はい、そこから 分裂というか、はい、マリーゴールドっていう、まあ、似たようなっていうか、はい、団体がまた出たのと、はい、まあ、でもスターダムはその新日本プロレスさんと同じ、はい、あのブシロードの、ほうほう、参加に入ってるんで、はい、あ、もう女子ではメジャーになるんじゃないですかね。そういった一度全部がなくなってしまったかのように見えた、はいはい、女子プロの業界の中で一応ちゃんと団体が今新しく、はい、あります。へえ。あとまあオズアカデミーさんとか。オズアカデミーさん。尾崎真由美さん。あ、尾崎真由美さん、はいはい。まあ、団体はあの何個かはあります。あ、そうなんですね、はい。全員がフリーでやっておられるわけじゃないです。まあそれはどっかがまとめてくれんと。うんですね、うん、でもまあ結局ドリフさん自体はその垣根なくどこでもフリーでやってどうなん、実質フリーでやっていくのと団体に入るとどっちがいいんですか。やっぱ団体に入るとやっぱこの規制がなんていうんですかね、ね、こうできないこともできてくるんで、出てくる、できないこともそうか、ルールが、はい、あるから、うん、そのプロレスだけのルールじゃなく、はい、別の、はいはいはい、学校と同じで、そうですね、はい、だからフリーの方がまあ楽って言い方したらあれですけど、まあ会社の縛りなくやっていけるっていうのが、はいはい、まあまあそこはある、なるほど、守ってくれる部分はあるけれども、その分それがちょっとカスとなる部分もあるやろし、そうですね、ああなるほどね。まあただフリーになるとやっぱり必ずしも毎試合、毎月ね、何試合っていうのがなくなっちゃうんで、はい、1試合の時もあれば、ゼロの時もあるんで、はい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 、そういう試合に関しては、仕事に関しては減りますよね。まあでもそれはまあ、これは吉本もそうですけど、はい、吉本出たら、一気にその活動の場が、その劇場がなくなっちゃうから、はいはいはい、っていうのもあるのかもしれないですけど、取り分はその代わりマックスやしとかね、だ、ね、はい、からいろいろやり方としては難しいところと、うん、ええー、ところとみたいなところはあると思うんですけど、はい、そうです、ね、そうか、でも確かに、え、じゃあオファーは基本的にはレスラーから来るんですか。レスラーか団体から。あ、なるほど、団体から来て、はい、で、まあ、スケジュールが空いてますかと、はい、
で空いてて、そこからあのギャランティーの交渉になって、はい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 、でたまにねちょっとディスカウントまあ言われるんで、まあまあそら向こうもそうなると、はいまあ、そこは駆け引きですよね、はい、あじゃあまた次の大会でも使ってください、はいはいはい、それだったら個人的なマネジメントだ、はい、受けます、はいはい、そ1試合が、まあ、今回1試合この、ね、額だけど、その次の試合も呼んでくれないとこの額でいいよ、はい、まあ、その当然なるほどね、ますね、あ、はい、なるほどなるほど、いやでもそれはそうか、個人でこうやって交渉、僕らそういうのを全部ねマネージャーさんにお任せしてる部分もあるから、はい、まあ、楽っちゃ楽なんですけど、うん、その分まあいや自分のことを一番よく知らない可能性ありますから、まあね、自分がどの金額で売られてるのかわからないし、まあそうですよね、はい、どないしてせやけど、こうなんですけど、トレーニングはどこでやってるんですか、どっか行ったんですか、その例えば相撲とかやったら出稽古とかありますやん、はい、どっかの団体とか行ってやられるとかあるんですか、今も私は筋トレのみです、え、はい、だけ、はい、戦えるんですか、戦ってます怪我とか大丈夫なんですか、一応そのなんかね、あれを見てる限り、あのドラマを見てる限り、ちゃんとリングがあって、はい、そこでリングで皆さん稽古してるじゃないですか、はい、まあね、トレーニングを。怪我はあちこちありますよ、膝も腰も悪いんで、え、だましだましやってます、だましだましやってる、はい、パッと振りまして、膝をパッと振りまして、はい、でも膝がガクガクみたいな。テーピングとかを試合にするじゃないですか、はい、だから試合終わってすぐもう外しちゃうともうガクガクしてるんで、はい、家帰るまでテーピングやったままとか帰って、はい、寝る前に外したりとかっていう、結局支えてもらってるんで、テーピングで、テーピングなかったらもうガク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 ですそれでもそれでもリングに上がりたい、上がります、上がりたいです、あ、やっぱり愛すべき場所はあそこのリング、そうですね、なんか不思議な、なんですかね、あのリングに上がった時の、多分でもね、それステージも一緒だと思うんですよ、あ、一緒でしょうね、でもね、こう皆さんに見られてるという気持ちよさとかあるじゃないですか、はいはいはい、まあだから僕らは一方向からしか見られないですよ、はいはいはい、舞台って、はい、でもそのプロレスって全方向からじゃないですか、うん、だからまだ感覚が4倍は思いますわ、あ、そう考えたことなかったです、あ、でもそれで慣れてるからかな、いやだって4方向に僕ら向く方向1個しかないですもん、はい、でもそのプロレスラーって向く方向が全方向じゃないですか、4箇所ありますね、ってことは背中まで何からどこでもかしこも全部見られた全身を、そうですね、僕ら見せてる方向は1方向しかないから、はい、そこまで見られることに対して気を配ることがないですもん、はい、だから多分感覚は4倍やと思いますまあまあ、デビューした時から4面なんで、あんまりそこまで詳しく考えたことはないですね。あ、そうですか。はい、いや、だってあそ、僕は、うん、その誰かと戦うって言って、はい、舞台上で言うて一方向しかなかったら、多分あの普通に逃げると思いますよ。逃げられへん部分が多いじゃないですか。はいはいはい、じゃ逆に、リングでなんかコントとかやるってなったら、はい、やりにくいな、やりにくいですわ、やりにくい、やっぱり同じ方向を向いてやるんじゃないですかね、いやそうですよね、エド・シーランがこの間ライブ行ったら、はい、そのセンターステージやったんですよ、はいはい、センターステージ僕長渕剛以来やったんですよ、はい、ならやっぱり今の時代がすごいのは下にベルトコンベア敷いてあって、はい、歌いながらぐるーって回っていくんですよ、よう目回らないなでそれはすごいな思いました、皆さんに見えるように、はい、でもその辺はあんま考えないじゃないですか、もう私らはもう慣れてるんで、だから逆にその誰かアーティストさんとか、はい、うちとかだったらあの興行でモノマネ芸人の人に出てもらうんですけど、はいはいはい、あの4方向アピールしてくださいねっていうのは一応言うんですよ、ああやっぱあるんですね、それは当然、でももう皆さんやっぱプロなんで、はいはい、バンと上がってしまえばもうバーってできるんで、すごいなって思いながら見てるんですけど、いやもう去年の私行かせていただいた時には、はい、浜田さんがモノマネする、ああはい、ハリウリス、はいはい、が、まあ、歌をね、はい、出しておられて、うん、もうあ僕は本当こんなんですけどプロレス見に行って、はい、うるっとすると思いませんでしたハリウちゃんの歌で、はい、あれはええ歌でしたわ、いい歌ですね、その後、うん、家帰ってかみさんに聞いて2人とも泣いてました、ええ歌ですわ
いや、あれ花輪さんが作詞作曲ですよね。そうなんですか。はい、あ、ご本人じゃないの。じゃないです。でも詩は、まあ、詩の、まあ、材料ってなんだ。書いたのかな。はい、あ。でも作曲花輪さんが携わってるっていうのは。そうなんですね。いや、まあでもいろんな人があえて関わってきて、バラエティーどんなイベントでも誰が男で誰が女かもよくわからない。わからないですね。いや、プロレスというものを見たことない人は多分その僕思うんですけど、はい、なんか怖いやつものやとかちょっと思うじゃないですか。初回のね、その入門イベントとしてドレイクさんのイベント一番いいと思いました僕。分かりやすいと思います、はい、本当にあのコミカルがあったりとか、はい、ちょっと怖いのがあったりとか、はい、がっつりプロレスやる試合があったりとか、はい、その考えてカード、対戦カードすごいですよね。あの人ってこんなにダサい人いてんねやぐらいダサい人もいてます、はい。この人そんなん見ながらこの人のファイトマネーいくらなんかなと思ったらめちゃくちゃ面白くなってきてね。ええ、いやそうです、ね、だってもうあれおじいちゃんってあれどれくさんのあれでしたっけ。違うか、あれは京橋プロレス。京橋プロレス。あ、そうか、あれはまだ岩谷さんとこか。あ、そうです、ね、どれさん出てるやつ出てるのは出てるけど、はい、出てましたね、はい。おじいちゃん、なんやねんこれみたいな。だからおじいちゃん、はい、あれ何でしたっけ、リングネームちょっと忘れでしたけど、はい、めっちゃ杖ついて、そうそうそう、出てくるおじいちゃんが突然動きが速くなって、そんなこんなことあんのか、顔出すよって言う。飛んだり跳ねたりするって。そうそう、あるいは渡せる、そうか、今日あっちはまた違いましたけど、違うあれ、同じ場所でやってはったから、あ、確かに、ちょっと勘違いしてましたが、はい、そうか。いやでも、うわ、そう、ただ僕はあの時、井上京子さんが前回出てはって、はい、でダブル井上で。僕あのこのコーナーのところで、まあ、頭とそのひっくり返して、はい、上からドーン落としまして、はいはい、誰を落としてたか忘れましたけど、僕あれ動画で撮ってて大丈夫なの、落としてたんですか。そう、京子さんに投げられた。そうよ、そうよ、はい、あれちょっとエグかったですね。僕見ながらやばいと思って、はい、できるだけこう多分やってこっから落ちないようにこの辺ぐらいから落ちたと思うんですけど、あんな逆さまに去るんで、えで来ないですけど、メインじゃないですか。メインです、はい、で主催じゃないですか、はい、あんな遠慮ないですか。ないです。むちゃくちゃ見ててむっちゃ怖かったですもん、はい、あれこんなのあんの思って。なります。あのトップロープから場外飛んだりとかも自分その試合でしてるんで、はい、やってました、やってました。あれは自分めっちゃやりきった感あったのに、はい、なんかみんなお客さんとかにあれは危ないからやめてって言われました。やっぱり皆さんやっぱりねその、そうお店のファンの方もらえるから、そうですね、お客さんとかファンの人が、ね、あれはあかんわって言われて、いや動画を見たらめっちゃパーンってかっこよく飛んでるなって言われて、もう年考えてって言われて、わあ、だからその親身になってるみんなが。そうもう今年は飛びません。飛ばない、飛ばないんです。いや、言いながらわからんでしょ、あのリングに上がって盛り上がったらわからないですね、気がテンション上がるとわからない。でもやっぱりその、まあリングの中に飛ぶ分には大丈夫でしょ、はい、外に飛ぶからやめてという、はい。まあでも結局相手、それこそ井上京子さんとか、ああやっぱり信頼できる相手だったんで、ああ、だもっとちっちゃい小柄な選手とかだったら多分飛ばないと思います。ああ、なるほど。やっぱプロレスって受けなあれなんで、はいはい、だからあがっつり受け止めてもらえるなっていう安心感もありますよね。ああ、だからもう、はい、ほんまにだからこう信用できひんやつとは要戦ぐらいのところですね、はい、あります。そういうのは嫌いなやつとかでやりたないやろな。まあそら自分で主催してる分には嫌いなやつとカード組まないですよね、はい、それはびっくりしたわ。そうだ、ドレさんだ。もう見てるものがもうとてつもなさすぎて、女子こんなことする。ブレンバスターかな、ブレンバスターかな、コーナーからトップロープからブレンバスター、はい、リングの中にドーン、はい、あれ私が受けました。そうでしたわ。いや、びっくりした。まあでもこれから怪我なくね、はい、本当に、まあ、今週末、今週末です、日曜日ですね、はい、にやられるのでぜひね、はい、見に行っていただきたいと思うので、はい、ちょっと、このコーナーに行きたいと思います。レコメンデーションズウィーク。このコーナー、ゲストの方のお写真を紹介するコーナーでございました。まず1枚こちらと、はい、かっこえ、かっこえ、わこれはこれこれ、つい先週かな、岐阜の方で、はあ、柳瀬にある団体に呼ばれて行った時の、はあ、ちょうど入場シーンですね。かっこよすぎでしょ、はあ、これ
すごい。これでも広い画です。広い画なんですか。でも誰かファンの人が。もう何か載せてた。だってあの感じでバット持ってたら野球選手かと思いますよね。ベースボールシャツ。ちょっとベースボールシャツやね。ベースボールシャツやから。これは誰とやったんですか。これはサエっていう、はあ、普段あのヒールタッグを組んでるパートナーがデビュー7周年だったん で、はい、でそれであの指名してくれたんで、はい、タッグパートナーのドレックさんと対戦したいっていうのを。あ、じゃあタッグ組むときはその方って決まってるんですか。大体そのクラッシュギャグじゃないけど、まあ、そうですね、あの毎回ではないですけど、はい、そういうオファーもあります。おあのその2人のタッグでっていうオファーも。おお、まあでもそれは息が合ってる方がいいですし。そうですね、はい。ああ、こんなん言ったんですけど、そのまあダンプ松本さんと一緒にタッグ組んだこととかはあるんですか。ダンプさんはねないんですよ。セコンドとかはついたことあるんですけど。セコンドはあるんですか。あります、はい。全日本女子に呼ばれて巡業行ってた時とかは何回かあります。ああ、同じセコンドついててこんないんですけど、僕まあボクシングやったら3分ごとに戻ってくるじゃないですか、はい、ほらちょっとなんかここした方がいいよとかあるじゃないですか、はい、もう60分なり何十分なりはもう出っ放しじゃないですか、はいはい、セコンドって何するんですか。もうこう、あいあいって言うて、まあこの間も多分この間前回 YouTube 出させてもらった時も言ってたと思うんですけど、はいはい、その例えばダンプさんが凶器を使うってなった時にレフリーの目を盗んで、そうです、ああ、さ、そうかそうか。受けてる間にヒール、悪いこと、攻撃をするとか。はい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 、はい、あのわざとらしいレフェリーとの会話。会話というか、まあ引きつけるために、はいはいはい、こう動き見ながらなんかこっちはへいへいへいとか。そうかそうか。そうか、セコンド大事なんだ。もうあのエプロンに上がっ、あのエプロンリングに、あれエプロンですよ。そうです。お、ロープの外側のちょうどこれぐらいの幅があるところに上がった瞬間でも、はい、もうレフェリーがバッと振るんで。はいはいはい。で気づかなかったらもう回ってて足引っ張ったりとか、あこっちに気を引くように。じゃ結局でもこうなんですけど、まあ、ルールはありながらも、うん、結局そのまあどうですか、違反行為で試合終了で負けるってことはないんでしょ。あります。私この前それで負けました。負けたんですか、はい。何したんですか、万引き。なんで相手のもの盗んでたとか、カバンの中にないです。これもう一個ね、パイプ椅子を使った私の、うん、強撃攻撃があって、はい、それあの椅子で指パチンとパイプ椅子で挟むんですけど、いたでそれを対戦相手とこう椅子取り合いしてて、はい、でレフリーがもう椅子使うなってきたところにパチンってやったんですよ、足をこう広げて、はい、バーンっていう、はい、そのレフリーに、はい、レフリーもこうやって持ってたところに、はい、そのまま反則取られて負けました。負けるわけない相手に負けました。その今度やったんですけど、例えば、まあ、柔道とかみたいに、はい、反則のポイントがこう加算されてとかそういうのではないんでしょ。ではないですね。だからレフリーに狂気攻撃とかレフリーに何か危害加えたとかでも、はい、反則で負けるときはあります。むちゃくちゃやってますやん、レフェリーに対して、はい、そんなありますあります。でもしょっちゅうではないですけど、たまにね、たまに、はい、もうカーッとなってるんで、あだから時計みたいな感じでレフリーにバーンってバットで叩いちゃったりとかするんで、やっぱ試合中ワッてなってるんで、それで反則でカンカンカン、反則行為によりみたいな。何でもありや思ってましたわ。いや何でもありだってもう持ってきてるもんがもう反則じゃないですか、はい、うん、だからこれ注意はされますよ、使うなよって、はい、使うなよって注意されるけど、はい、怒って時にセコンドにレフリーちょっとだからもうそのしといて使うみたいな。ダンプさんにとかですか。あ、そういうのもありますね。むちゃくちゃ嫌やん。こう渡してそれでジャッキャッキャッやってるでしょ。モルテンラブヨシー。